動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人が出そうとしている結論とはというテーマで、お相手の方があなた様に対して出そうとしている結論がどういったものなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのスピリットクォーツというカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、ムーンストーンというカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードですが、 C はこちらのですね、アマゾナイトというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただきますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのスピリットクォーツというカード、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、 あの人があなた様に出そうとしている結論とはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してどんな結論を出そうとしていらっしゃるのか見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方が、今あなた様に対して抱いていらっしゃる気持ちというところと、お相手の方があなた様に出そうとしている結論がどういったものなのか、そしてなぜその結論を出そうと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていき、今後ねお二人の関係はどのように動いていくのかっていうことですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方のあなた様に対する今のお気持ちと、お相手の方が出そうとしていらっしゃる結論、そして、なぜその結論に至ったのかということですね、そちらから見ていきたいと思います。
ではですね、見ていきましょう。上のカードからですが、こちらがですね、お相手の方のあの様に対する今のお気持ちを表すカード。こちらがお相手の方があの様に出そうとしていらっしゃる結論。そしてそのなぜね、その結論に至ったのかっていうことを表すカードです。はい、ではちょっと見ていきます。うん。なるほど。境界線というカードですか。なるほど。ですね、気持ちと結論がちょっと直結しているところがあるのかなという結果でして、そうですね、強化線ですね、ブロークンオープンということで、何かね、ちょっとこう、弾けているっていうところがあるんですけれども、これね、ちょっと最初に、バウンダリーズっていうね、境界線のっていうカードがね、あるんですけど、ちょっとそれに似てたので、境界線って言ったんですが、そうですね、ちょっと背中を向けているっていうところが出ていてですね、はい、ちょっとね、見ていきましょう。まず、上のカードですね、お相手の方、あなた様に対するお気持ちとしては、気づいてほしいというところであったり、考えを改めてほしいっていうところがあるようで、それをね、自分で、例えばこれに気づいてねとか、この考え方ね、改めてねっていうよりかは、自分で気づいてほしいというか、察してほしい、察知してほしいっていうところがあるようでして、ちょっと見ていきましょう。まず、ここのカードで、こちらのカードが出ています。ブロークンオープンっていうカードが出ました。ブロークンっていうのは、なんでしょうかね、破壊する。オープンっていうのは開くっていうことなので、砕けて開くみたいなことなんですけれども、このカードっていうのは頭の部分、いわばこれ思考を司るところですね。で、心の部分、ここはマインド、心持ちとか精神ですね、を表す場所の2箇所がですね、弾けて光っているっていうことは、何かこうね、ひらめいたり、いいですね、アイディアを得たり、それこそ、なんでしょうかね、余計な、思考を打ち砕くとかね、そういったことになるんですけれども、そういったことから、今、お相手の方としては、頭、そして心の部分での何かこう気づきというかね、もしくはその考え方を打ち砕いてほしいものがある、みたいな風に今、あなた様に対して思っていらっしゃるんですね。だから、考えを改めるとか、入れ替えるとかですね、気づきを得るとかですね、発想を得るとか、そういうことを表すんですが、それを得てほしいと、いうことですね。この頭の部分と心の部分っていうことは、行動もそうなのかもしれないけれども、まずはちょっとこうね、気づきを得てほしい、ね、心持ちをちょっとこう変えてほしいっていうのが、ちょっとあるようなんですね。で、そのカードに加えて、こちらのカードなんですけれども、デビル、悪魔っていうカードは逆位置です。悪魔っていうのは、これ正位置の時にはですね、悪魔的な感情、いわば、強めのですね、負の感情ということから、例えば怒りとか、不満とか、あとは、憎しみとか、不信感とか、警戒心とか、そういったね、強めの負の感情、マイナスの感情ですね、を表すカードになるんですが、そういうの逆位置っていうことですから、そういったこう、強烈な怒りとかね、不満とかっていうわけではないんだけれども、そういった感情は抱いていないんだけれども、何かに背を向けているっていうことを表すカードになるんですね。背中を向けるっていうことで何かをね、伝えようとしていらっしゃるわけです。今は正面を向けないんだよ。背中を向けているっていうことを分かってねっていうことを、あなた様にね、察知してほしい。なぜ自分が頑なに今背中を向けているのかっていうことを見て、考えを得てほしいとか、心の状態をね、入れ替えてほしいっていうのが、お相手の方の気持ちのようなんですね。ですから実際に何かお相手の方がね、今、頑なにあなた様に対して背を向けるような、態度とか行動をとっていらっしゃるんじゃないかなと思います。例えば、話しかけても素っ気なかったり、ちょっと冷たい対応になっていたり、それこそね、前は、すごくね、
協調性があったのに、今はちょっとなんかこう無視してくるとかね。うん。まあ連絡とかでもそうかもしれません。以前はすごくね、優しくなんかこう返信してくれてたのが、ちょっと今はなんかこうね、あ、やり取りしたくないんだろうなって思うような、なんかちょっと背を向けた返信というかね。うん。まあそもそも返してこないっていうのもあるかもしれないけれども、それは、まあこれがね、正位置だったらば、まあ、負の感情を抱いてるからっていうことだったんですが、そういった負の感情があるから、なんかそういったね、ちょっと背中を向ける態度ではなくて、何かに今、あなた様自身に気づいてほしいっていうところがあるんですね。うん。そういった、気づいてほしいメッセージを、なんていうかな、まあ、言葉で言った方が一番わかると思うんだけれども、お相手の方としてはよりなんか強調するために、あえて背中を向ける態度をとっているようです。で、ここですね、ちょっと見ていくんですが、ペンタクルの7っていうカードは、これは正位置で出ておりました。で、このカードっていうのは理想とほど遠い現実っていうことで、自分の描いていた理想と目の前のね、この現状っていうのにギャップがあったから、早く理想に近づけようと必死に水をあげているわけですね。ただ、植物っていうのも、これ水をあげすぎると枯れてしまうっていうことなので、まあちょっとやっぱ焦っているがゆえにですね、あの冷静さを欠いていたり、まあ視野が狭くなっているっていうことも表すんですが、うん。そうですね。まあちょっと理想との現実のギャップを感じるとか、まあ考えていたことと異なる結果っていうことで、まあちょっとお相手の方としては、なんかね、二人の関係が自分の中で思っていたようにはちょっとなっていなくて、それをね、なんかこう思っていた通りに戻すため、いわば軌道修正するために、今なんかこう背中を向けてね、あなた様に何かを気づかせようと思っていらっしゃるようなので、なんかお相手の方が、あ、これを気づいてほしいんだろうなとかね、なんかここをなんか考え方変えてほしいんだろうなって思うところが、なんとなくわかるんだったらば、それ実践してみた方が、多分お相手の方との、お相手の方のね、態度も変わるだろうし、二人の関係もね、多分良くなっていくと思うので、ちょっとそこに思い当たるものがあるんだったらば、やってみてください。で、思い当たらないっていう方は、ちょっと引き続きですね、内容をちょっと見ていくんですが、で、お相手の方がですね、今あなた様に対して、取ろうと思っている出そうとしている決断ですね、っていうのが何かっていうことなんですが、二つ、の結論で、迷っています。うん。なので、ちょっと見ていくんですが、一つ目の結論はこちらですね。このカード、テイキングシェルターっていうカードが出ていて、一時避難っていうカードになります。うん。で、the answers are within っていうことで、答えは、まあ、中にあると、まあ、内側にあるっていうカードなんですけれども、一つの結論、出そうかどうか迷っている結論として、テイキングシェルター、一時避難っていうことですから、まあ、一時的にあなた様から距離を置く。まあ、自分の避難場所に、こう、こもってですね、あなた様との距離を置くとか、まあ、関わりをちょっと、こう、お休みするというような結論を出そうと思っていらっしゃるようです。これは、背中を向けている意味っていうのを、あなた様が、あ、どうやら理解してくれないなっていうことを判断したら、ここの結論を出そうとは思っていらっしゃるようです。背中を向けるだけは足りないのかなということで、まあ、なんでしょうかね、こう、避難場所にも隠れるみたいなね。うん。で、今よりももっとちょっとこう距離を置くっていうような、結論を出そうと思ってる。まあ、そこまでするんだったらば、一言二言言えばいいと思うんだけれども、なんでしょうかね、お相手の方の中では一言、自分からね、言って気づいてもらうのでは意味がないっていうところがあるのか、やっぱり気づかせたいというかね、お相手、あなた様自身で気づいてほしいっていうところがあるようなので、まあ、よりこう、まあ気づかせたりね、何かこう答えを得させるために、避難をするというような行動をとって、あなた様になんかこれを気づいてねとかね、これを考え直してねっていう、まあそのアピールをね、アピールのための行動を取ろうかなというような結論を出そうとしていらっしゃるということと、もしくはあなた様が、そのお相手の方がね、その背中を向けている態度とか理由っていうのを理解してくればですね、もう一度、まあ、そこから二人の関係を、何でしょうかね、こう、活気づかせていこうと思っていらっしゃるようで、ワンドの6っていうカードが正位置です。このカードには、目標を成し遂げるっていうことであったり、勝利や成功をつかむとか、あとは進歩を遂げるとか、利益を上げるっていうことを表すんですけれども、その他には、まあ、公私ともに充実するっていうことであったり、
うん、まああとは困難な状況に終わりを告げるっていうことでもありますから、今まあお二人がね、その公の部分とまあプライベートの部分両方でつながっているわけではないのかもしれないですが、もしつながっているんだったらば、公の部分もプライベートの部分も充実した関係にしていこうと思っているし、うん、まあそうでなかったとしても、まあ困難な状況っていうのは、いわばあなた様に背中を向け続ける状況っていうのをもうやめにして、もう一回あなた様とちゃんと向き合っていくっていうことですね。うん。だから、そのあなた様自身がその気づくかどうか、自分の取っている行動の意味を理解して、何かこう気づいてくれるかどうかで出そうとしている結論というのが今変わろうとしているわけなので、うん、もう少し様子を見て、あなた様が本当に気づけるかどうかで、どっちの結論を取るか出すかっていうことを今悩んでいらっしゃると。うん。で、これは、どちらかというとこう気づいた方の結論になるんですけども、ペンタクルの9っていうカードですね。このカードが正位置で、まあこのカードが正位置の時は実りの享受ということで、まあ頑張ってきたこの努力が実を結んで成果を得るっていうカードになっているので、うん、まああなた様だったらば気づいてくれると信じてですね、それを気づいてくれればまた二人の関係をですね、成果を得られるところまでやっぱ育んでいきたいとか、まあこのカード他にはですね、まあ円満な関係とかですね、恵まれたパートナーシップということで、まああなた様との関係をまた円満にしていく、背中を向けるんじゃなくてちゃんとお腹の方を向けてですね、うん、円満にしていったり、まあ、恵まれたパートナーシップということですから、周りもねこう羨むぐらいの、まあ、すごくこう充実したパートナーシップを築いていきたい、まあ、そういうふうに思っていらっしゃるので、どちらかといえばこっちを出したいから、うん、だからあなた様には今自分がね背中を向けている意味を理解して、なんかこう考えとか気づきを得てほしいっていうのが、まあ、本音としてはあるようです。うん。で、まあこの結論を出す理由ですね。うん、まあなぜその結論を出そうとしていらっしゃるのかっていうと、まずここですね、見ていくんですが、まあソードのクイーンっていうカードが正位置です。このカードっていうのは冷静沈着っていうことであったり、広い視野、的確な判断力っていうことを表すカードで、うん、まあそうですね、まあ一時避難をする理由であったり、何かこう気づいてほしいっていうことに関しては、なんかこう常にね、あなた様には冷静でいてほしいという意図があるようです。やっぱり二人の関係において冷静さを変えてしまうと、もしかしたらなんかこう危険が及ぶような関係性なのかもしれません。うん、冷静さを変えてね、例えば視野が狭いまま、まあ、二人の関係を進めようとしたり、まあ、続けていたら推し進めようとすると、かえって二人に危機がね、もたらされてしまうような、まあ、そんな関係でもあるかもしれないから、あなた様には常に冷静でいてほしいという意味合いのもと、うん、自分が言っては、本当の意味で気づけない。例えばリスクとかに気づけなかったとすると、まあ、今後二人の関係を続けていくのも危険だったりもするから、うん、だから常に冷静にね、うん、何を考えるべきかなっていうことを、まあ、考えてもらうために、今の背中を向ける態度から、あ、もっとこう広い視野を持たなあかんなとかですね、的確に判断していかなあかんなとかね、冷静にならなきゃいけないなと、ちょっとこう恋愛に熱くなりすぎてはいけないなとかね、うん、まあそういったことをちょっと気づいてほしいっていう意味合いがあったり、まあこれもちょっと冷静さに関係してくるのかもしれないですが、ペンタクルの2っていうカードが正位置でして、このカードはなんかこう片足で立って両手でね、まあペンタクル、コインのようなものをお手玉のようにこう、なんでしょうかね、ホイホイってこうコントロールしているっていうことから、まあ自らをうまくコントロールするっていうね、意味のカードであったり、自己管理、管理能力っていうことを表すカードになります。ですから、まあ、うん、あなた様には何か管理能力っていうのを、高めてほしい、うん、持っていてほしいっていうことですね。まあ自己管理ということで、うん、まあ例えば、まあ、何でしょうかね、まあメンタルとか感情の部分のコントロールであったり、まあ恋愛をしていない時はね、多分あなた様はちゃんと自己管理ができるのかもしれないですけども、恋愛をしてた時に、ちょっとこう視野が狭くなってしまう傾向があるのかもしれないので、そこの部分の管理、コントロールっていうのをちゃんとできるようになってほしいから、気づかないんだったらば、まあ一時避難するし、気づいてくれるんだったら、その、ね、管理できているっていうことだから、そのあなた元だったらば安全に恋を進められていくから、活気づけさせていきたい。そういうふうに思っていらっしゃると。まあそういう意図があるわけですね。で、インスピレーションっていうのも、まあこれはまあ、インスピレーションそのままですね。まあ直感とか、ね。やっぱり、
自分で得てほしいっていうのがあるわけですね。うん。他人から言われたものっていうのはやっぱりインスピレーションとしてはならないから、まあやっぱ頭に残りにくかったり、まあ体に定着しにくいわけですね。でも自分から降りてきたこと、あ、これかなとかね、あ、こういう意味かっていうね、こう降りてきたインスピレーションだったらば、なんかやっぱ自分に定着しやすかったり残りやすいから、それをやっぱこう得てほしいという意図で、あまりこう自分から口で言わずにね、気づかせようというふうに、うん、思っていらっしゃるようなので、まあちょっとそういう意図があるのかなという結果が出ております。うん。では今後お二人の関係はね、どう動いていきそうかということですね。ちょっとそちらもね見ていきましょう。では見ていきます。お二人の関係は今後どうなっていきそうか。まあインスピレーションというのがまたやっぱ出ていますので、まあそこはやっぱ重要なのかなというふうには思います。まあインスピレーションっていうのが出ていて、まあ先ほどと同じですね、インスピレーション、まあ直感とかこうね、自分にこう降りてくるものということですね。インスピレーション、まあそのままのイメージをしていただきたいんですが、うん、まあインスピレーションというのはやっぱりこうね、まあ降りてくるものをこう受け取るっていうことになっていたり、まあここはですね、なんかこう山の高いところにね、いる人が描かれている通り、まあやっぱり山の高いところっていうのは、まあ、地表に比べて、まあ、高いところから物事を見れるわけですから、やっぱり物事を俯瞰して見ることができたり、まあ、広い視野を持ってですね、うん、まあ、過ごせる場所っていうことでもあるので、まあ、やはりね、あなた様自身がね、この広い視野を持って何かこう気づきですね、あ、お相手の方はここを気にしているんだなとかね、ここを警戒しているんだなとかね、こういうリスクを回避しようとしているんだなみたいなね、まあ、そういったところをしっかりとね、こう気づけて、で気づくだけじゃなくて、それを例えば行動とかに起こしていくとかですね、うん、そういったことができていけば、ここですね、チームワークっていうのが出ていてですね、またお相手の方と、まあ、チームワークを発揮してより良い関係というものをね、築くことができるようになっていくということですね。まあちょっと今の状況というのはもしかするとね、これまあどっちでもいいんですけども、お相手の方がね、まあ、こっちだとするとちょっとやっぱ背中を向けてプイッとなっているので、まあちょっとやっぱ今ね、お二人の間でのチームワークが機能しているかっていうと、ちょっとこうクエスチョンなところがあるのかもしれないですけれども、うん。そのね、チームワークがまたこう発揮されてですね、まあよりいいですね、まあ親密な関係というのがこう築かれていくようになったり、まあそれこそ背中を向けるどころか、こうなんか塀みたいなのがあるので、今塀のこのこっち側にね、ぴょんとこうお相手の方がね、降りて、なんかこうあなた様としては、おーい、早く来てよ、みたいな状況になってるかもしれないんだけれども、それがまたこうね、現れてくれてチームワークを発揮できるようになるとかね、うん、まあ実際の二人の距離もこう近くなっていくと思いますから、うん、ですので、やっぱりこう、インスピレーションをね、まあ、授かるというか、受け取るっていうことは、すごく大事。まあ、それはまあ、イコール気づくとかね、うん、なんかこう、ひらめくっていうことにはなるんですけれども、うん。そこがすごく重要で、それができればですね、またチームワークを発揮していって、より良い関係が築かれるっていうだけでなく、ここですね、大天使メタトロンというカードも出ております。このカードには、明確な目標、ビジョンを持つということで、今ね、まああなた様の中で明確に目指しているものがあったとするならば、それがまあ叶っていくっていうことですね。例えばお相手の方とはこうなりたいんだとか、こんな暮らしをしたいんだ、こんな関係を手にしたいんだとかね。なんかこう明確にはっきりとね、目指しているものがあったとするならば、やっぱそれも叶っていくようにはなるっていうことですね。
うん、それはまああなた様の独力、個人の力で何とか叶うとかじゃなくて、まあそれもチームワークを発揮して叶っていくので、まあ一人で目指していくよりも何倍もこうたやすくね、うん、叶ってはいくようにはなると思うんですが、やっぱりでもそのために必要なチームワークっていうのはまずね、回復させたり取り戻していくっていうことはすごく大事にはなってくると思いますから、うん、そのチームワークをね、回復させるためにもインスピレーションを受け取っていくっていうことは重要で、まあお相手の方はまあ言葉で伝えてもねちょっと意味がないと、インスピレーションを受けないと意味がないっていうことがあるので、まあちょっと意図的にねなんか背中を向けるみたいなことをしていらっしゃると思うので、まあちょっとそこの意味をですね、うん、気づいて、まあ何によってその態度を取り出したかなとかね、うん、何を一番ちょっとこうね恐れているのかなっていうところから、まあちょっと読み取っていくっていうことがすごく大事にはなるのかなと思いますので、うん、参考にねしていただけますと幸いです。はい、ということで、最後選択肢のカードも見ていきます。 A をお選びいただいた方はこちらでした。スピリットクォーツというカードです。このカードのメッセージとしては、コミュニティとつながる、調和、協力っていうことを表すカードになりますので、今ですねあなた様にとって大事なのは何かコミュニティとつながるということのようです。コミュニティの人、まあ、いろんなね、コミュニティは今社会で生きていく上ではあると思いますね。まあ、職場もそうだし、学校もそうだし、サークルとか部活もそうですし、まあ、バイト仲間とかもそうだと思いますし、うん、まあ、あとはなんちゃらね、趣味のこの集まりとかもあると思うんですね。なんとかコミュニティとか、なんとか界隈とかもね、よく言いますよね。うん。で、そういった方とつながるっていうことがすごく重要ということは、もしかするとこのインスピレーションというのは、ね、あなた様だけの発想というか、誰かとのね、この会話の時とか、ね、誰かからのアドバイスによって得られるものでもあるかもしれないから、そういった意味でも今ね、ちゃんとコミュニティとつながっておく、単独で生きようとせずにですね、コミュニティとつながっておくっていうことが、うん、すごくあなた様にとっては、まあ大事というか、まあ、なんだろうかな、大切な恩恵をね、受け取れるようにもなっていくと思うので、うん、だからそういった意味ではちゃんとコミュニティとのつながりっていうのも、ね、なんでしょうかね、こう、残しておくというか、まあ、活用していくっていうことがすごくね今大事にはなってくるのかなと思いますので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はいはい、ということで、リーディングとしては以上なんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問がですね、まあ、言い方がきついですね、男性の心理はということでご質問いただきまして、ご質問ありがとうございます。まあ何かこう自分に対する言い方だけがちょっときつい人がいるようなんですけれども、まあそうですね。まあこれはいろんな心理があると思うんですが、まあ単純にね、なんかこう見ててイライラするっていうこともあるんですけれども、まあそれ以外にね、なんかこう自分の気持ちを分かってほしい。まあ今回のね、背中を向けるっていうのもその一つかもしれないんですけれども、まあなんかこう自分の気持ちを分かってほしいっていうところであったり、まあ、あとはですね、まあ逆にそれで、まあ特別感を出している。うん、周りの人とは違うんだよと。うん、周りの人にはなんかこう、ね、そこまで思い入れがないから、まあちょっとこうね、当たり障りない感じでしているけど、あなたにはちゃんと思い入れがあるから、ちょっとこう特別感を出しているんだよっていうことであったり、まああるいは何か期待しているっていうことですね。うん。なんか成長してくれることとかね、に期待しているとか、まああとはそれをきっかけになんか会話のきっかけにしたいみたいなね、なんでちょっときつくするのみたいなところからこう会話のね、きっかけにしたいっていうね、ちょっとこう回りくどいやり方ですけれども、うん、まあそういったこともあると思うんですが、大概ね、こういったきつい言い方をしてくる人の特徴としては、うん、まあ自己承認欲求がやっぱちょっと強かったりとか、まあ自信がないからこそちょっとこうね、自分が優位な立場に立てるようにちょっとこうきつく言ってくるとかですね、まああとは単純に人間関係を築くのは苦手っていうところがあったりすると思うので、うん、まあちょっとね、いろんな心理考えられたりもするんですけれども、まあそういったね心理からきつく言ってきていたりもするのかなと思うので、まあ単純に嫌われているっていうだけでね、思考を停止しない方がいいかなと思います。はい、ということで、A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まああとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。
います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのムーンストーンというカード、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に出そうとしている結論とはというテーマで、お相手の方はどんなね結論をあなた様に出そうとしていらっしゃるか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなた様に対する今のお気持ちと、お相手の方が出そうとしていらっしゃるあなた様への結論、そして、なぜねその結論に至ったのか、出そうと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていき、今後お二人の関係はどう動いていきそうか、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方の今のあなた様に対するお気持ちと、お相手の方はどんなね結論をあなた様に出そうとしていらっしゃるか、そして、ですね、なぜその結論に至ったのか、出そうと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。上のカードですね、こちらがお相手の方のアンス様に対する今のお気持ちを表すカードです。こちらがお相手の方がアンス様に出そうとしていらっしゃる結論が何か、そしてなぜその結論を出そうと思っていらっしゃるのか、その結論に至った理由を表すカードです。では見ていくと、なるほど。はい、ちょっと見ていくんですが、まずですね、全体を通してお相手の方が持っていらっしゃる、まあ、考えというのがですね、今はですね、愛をこうね、どん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 こう進めていくというよりかは、二人の関係のですね、まあ、基盤となるところをちゃんと整えていこうと、いうふうに思っていらっしゃるようです。お相手の方っていうのは結構こう、まあ、なんでしょうかね、安定志向というか安全志向なところがあって、あまりその、
なんかこう、例えばまあ、一か八かな、その冒険的なところっていうのはあんまり、ね、しない方なのかなと、いう中で、まずはね、こう、おのおのがちゃんと基盤を整えてから、それが整ったら、恋愛のことを考えていこうよとか、恋愛を進めていこうよっていうね、なんかそういうお気持ちが出ていて、今すぐになんか恋愛としての発展っていうのが、発展っていうのをまだ考えていらっしゃらないようなんですね。というのは、それは大事にしたいから。今焦ったり、なんかこうね、スピード感を重視して、あなた様との恋を進めていったとしても、万全な体制が取れていないから、すぐに壊れてしまうと、その愛がね。でも、それは嫌だから、ちゃんと基盤を整えるっていうことに、まずは専念しようよっていうふうに、お相手の方は思っていらっしゃるようです。なので、ちょっとこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらですね、お伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まず上のカードからで、お相手の方のお気持ちっていうところの中に、まずここが出たんですね。ルーツオブアバンダンスっていうカードが出ました。アバンダンスってね、豊かさになりますので、豊かさのルーツ、まあこれ根っこですね、っていうのを表しているので、まあ木の根っこの部分が描かれています。非常にまあこの大樹のですね、大きな木の根っこなので、非常にこう大きな根っこになっているわけですが、この大きな木を支えるためには、これだけ大きな根っこがないと、やっぱすぐに倒れてしまうわけですね。だから今は根っこを強化していくことが二人の豊かさにつながるっていうふうに考えていらっしゃるっていうことは、今はその木でいうところの葉っぱですね。目に見えてなんかこうわかる豊かさのところじゃなくて、ちょっとこうあまり目が行き届かないような、いわばちょっとこう地味なところになるかもしれないけれども、その基盤を整えていこうぜっていうふうに思っていらっしゃるようです。それはあなた様とそのね、基盤を整えた後に長く豊かな状態でありたいから。っていうことなんですね。この根っこを育てずに、例えば、はいはいはいっていう感じで、こう進めていったとしても、その時のね、恋が進んでいく楽しさっていうのはあるのかもしれないけれども、きっとそのやり方では長く続かないと、いうところがあるから、あなた様とは長く続いていきたいからこそ、先々にね、こう進んでいくというよりか、まずは基盤を整えていこうよっていうふうに、ちょっと思っていらっしゃるので、そういった意味では、ね、それが、まあそれこそあなた様との関係をね、まあ遊びの恋とかね、それこそ一時的な関係とかね、そういうふうに思っているんだったら、まあ別にこの根っこなんてどうでもいいっていうね、まあいつ倒れてもいいから根っこなんてどうでもいいって思うかもしれないけれども、この根っこをちゃんとしていきたいっていうことは、それだけあなた様とは長くね、しかもまあそれはギスギスした状態とかじゃなくて、良い状態でいたいっていうところがあるので、まずは各々がまず基盤を整えていこうよっていうね、そういうお気持ちっていうのが今あるようなんですね。その中でここですけれども、このカードっていうのが、ワンドのキングっていうカード、これが逆位置で、このカードっていうのがもともと正位置の時には、理想の実現、理想の追求とか目標の達成ということで、まあ何か理想とかね、目標をまあ実現するために奮闘するっていうカードになるんですね。ですが逆位置になると、今はまだね、その理想とか目標のために奮闘できないどころか、やらなければいけないことに追われているっていうことであったり、現状を維持するのが困難だということで、現状を維持するのも困難だからこそ、まだ理想なんて追いかけられないっていうようなカードなんですね。だからお相手の方としては、とてもまだ恋愛ができるような準備が整っていない中で、葉っぱを生い茂らせようとしても、それはやっぱりすぐにね、なんかこう二人の関係が終わってしまって崩れてしまうというところがあるから、ちょっとまだ恋愛の準備とか、ね、二人の関係を親密にしていくっていう準備ができていないから、もう少しこうね、そういった意味でも準備をさせてほしいっていうのが、今はまだすぐに恋愛的な展開を起こさないっていうことを考えていらっしゃる理由なんですね。恋愛感情がないからっていうのとはまた違うんですね。恋愛感情多分あると思うんです。あるから根っこを大切にしていきたいっていうふうに思ってるんだと思うんですが、恋愛感情だけで進んでいく恋っていうのは長く続かないっていうふうに思っていらっしゃるから、ちゃんと万全な体制を整えてから始めていったり発展をしていきたいっていうようなお気持ちがあるということですね。
で、ここもそうで、こちらのカードっていうのが、マジシャン、魔術師っていうカードが逆位置で、マジシャンっていうのはですね、魔術師っていうのは魔法を使う人になりますから、魔法を使うことによってね、まあ、現実をこうね、自分の思い通りに変えたりだとか、望みを叶えることができるっていうことから、物事を計画通りに進められるっていうカードになります。物事を計画通りに進められるような力を手にしているからすごく何かに対する意欲とかやる気がみなぎっているっていうことでもあるんですが、逆位置になるとこれはいわば、まあ、魔法の力がまだ使えないですね。魔法使い、まあ、魔術師を表すわけで、魔法が使えないとやっぱりどうなるかっていうと、物事が計画通りにいかないとか、あとは予想と反する結果になってしまうとか、まああとはですね、求める変化が訪れないっていうことを表すカードになります。ですから今のままではまだ二人の関係をね、発展させたり進めていったとしてもね、自分たちが想像しているようなね、期待しているような展開にはなっていかないんじゃないかっていうふうに思っているから、まずはね、自分たちの思っている計画通りに進められるようになるためにも、おのおのが今基盤を整えていこうよっていうね、そういうお気持ちでいらっしゃるようです。で、そうですね。お相手の方が出そうとしていらっしゃる結論っていうのが何かっていうと、まあ、結論、まあそうですね。その、そこを表すカードから見ていくと、ミスティックヒーラーっていうのが出ています。神秘のヒーラーというカードでして、まあ、このカードっていうのはヒーリングエナジーフロスルーユーということで、まあ、癒しのエネルギーを注ぎ込むっていうね、まあ、癒しのエネルギーが流れ込むみたいなカードなんですけども、まあ、癒しのエネルギーを注ぐっていうことは、まあ、二人の関係を回復、修復、復活させていきたいっていう結論になってきているんだと思います。ということは、まあ、なんでしょうかね。お二人の関係というのは、ちょっとこうね、一時的にまあ今別れてしまっていたり、離れてしまっていたり、疎遠になってしまっていたり、ちょっとこう気まずい、状況になってしまっているのかもしれないけれども、それをまあ回復、修復ですね、していくっていうことは、例えば仲直りをするとか、和解するとか、ですね。まあ、あとは、まあ、復縁するとか、復活するとかですね。もう一回こう、繋がり出すとかですね。それを、していきたいわけですね。出そうと思っている結論というのは。ただ、お互いが、こう、足並みを揃えて、まずはね、それぞれの基盤を整えていくっていう考えとか価値観が一致したら、癒していく。癒しのエネルギー。二人のね、関係に癒しのエネルギーを注ぎ込むってことは、例えばまたお相手の方が歩み寄ってきたり、ね、和解するための行動を起こしてきたり、ね、あなた様と仲直りするために必要なアクションとか態度を起こしてきたりっていうふうに思っていらっしゃるので、だからその基盤を整えていくっていうことを、がなぜ必要なのかっていうのを理解して、まあその、例えばお相手の方の考え方とかっていうのをね、受け入れてあげれば、お相手の方も二人の関係を回復、修復するために動いてきてくれるようになるのかなと思います。で、お相手の方が今一番恐れていることっていうのは何かっていうと、ここですね、ちょっと見ていくんですが、カップの5っていうカードはこれ逆、正位置です。で、このカードっていうのはもともと持っていたカップを落としちゃってですね、で、もうこぼ、中身の液体がこうこぼれてしまって、もう取り返しのつかない事態になってしまっている様子が描かれていて、そのことから何かがこう台無しになってしまうとか、せっかく頑張って積み上げてきたものが、こうリセットになってしまうとか、まああとは、まあ手痛い損失をこうむるとか、まあどうしていいのかわからないような、なんかこう、すごい、ショックの大きいような、出来事を表すカードなんですね。だから、もうそういった出来事を、あなた様との関係で、もうこれ以上、ね、その辛い出来事を迎えたくないっていうのがあるわけですね。っていうことは、かつては迎えてしまったんだと思います。せっかくね、二人が頑張って築き上げてきた関係がリセットされるっていうことですから、例えば結局やっぱ別れることになって辛い思いをしたり、なんか関係が続けられなくて、もう疎遠になってしまうとか、なんかそういうこうね、せっかく頑張ってこう、ここまで来たものが、もう一回振り出しに戻るみたいなこう、辛さ、っていうのがあったと思うので、まあそれをもう二度と経験したくないからこそ、今度は、ちゃんとね、この基盤っていうものを整えてから始めていきたい、進めていきたい。この基盤っていうのを整えてから始めたり進めていけば、以前のようなこの辛い思いというのはしなくて済むだろうから、だから今回はちょっとこう取り組み方を変えていきたいっていうふうに考えていらっしゃるようなんですね。
で、ここですね、見ていくと女教皇女教皇というカードの逆位置で、まあ女教皇というのはもともと正位置の時から、冷静沈着落ち着いた心っていうのを表すカードでして、そのことからまあどんな状況においてもまあ冷静に対処するとかですね、まあどんなことにも偏った見方をせずにオープンマインドで真摯に向き合うということで、まあ真摯っていうことも表すんですが、逆位置になるとですね、何かちょっとこう思い込みにとらわれているとか偏見があるとかですね、ちょっとなんか深く考えすぎているっていうことを表すカードになっていて、まあね、この基盤を整えるっていうことはもちろん大事なことだとは思うんですけども、ちょっとそこに囚われすぎている部分があるようなので、まあだから相当やっぱりね、このせっかく築き上げてきたものが、こうね、リセットになってしまうというのが、やっぱ相当もう経験したくないことのようなので、まあちょっとその考えに縛られているところはあると思うんですが、まあ大事なことでもあるとは思いますから、まあそこに協力してあげれば、二人の関係を癒していきたいっていうふうに思っていらっしゃるというのと、あとはですね、お相手の方がその結論に至っている理由っていうところもちょっと見ていくんですが、まずここですね、見ていきましょう。このカードですね、カップのキングですね、これ正位置です。で、このカップのキングっていうのは、自分だけじゃなくて、周りの人ですね。周りの人とか周りの環境も潤わせていったり、豊かにしていくっていうことを、していくことの責任を担っているキングなんですね。ですから、そういったことで、まあ、お相手の方というのは、その誰かと例えば、まあ、お付き合いをしたときに、自分だけが幸せになれればそれでいいというよりかは、自分と、まあ、お付き合いをした人が幸せを感じてくれないと、自分も幸せを感じれないタイプの方だと思うから、だから、結局、その関わる人の責任も勝手に負っちゃう。いや、その責任、こっちの責任を負わなくていいからねって言っても、勝手に責任を負っちゃう。まあそういう多分性格の方だと思うから、だから自分だけでなくあなた様も幸せになるためにまずはね、基盤を整えてから関係を始めていきたいとか、その方が二人にとって、まあ、潤いのあるね、環境を手にすることができたり、豊かな関係を手にすることができるだろうから、まあやっぱり基盤を整えたいっていうことと、まああとはこれですね。まあ先ほどのリセットになるようなことをもう避けたいっていうのがあったと思うんですけれども、女帝ですね。エンプレスっていうカードの逆位置です。このカードっていうのも、もともと正位置だったらば、愛とか愛情を表すカードなので、まあ愛に豊かな状態とか、愛に満ちた生活っていうことを表すんですが、逆位置になると、まあ愛情問題におけるトラブルっていうことで、ですからもうあなた様との間での愛情ですね。まあ恋愛関係とか愛情問題に関するトラブルっていうのはもう起こしたくないと。そのトラブルが原因でなんか二人の関係が壊れていったみたいな経験があったのかもしれないので、もうその、なんかこう、同じ鉄は踏みたくないっていうところがあるので、まずはね、基盤を整えてから回復していきたいっていうような結論に至っているようです。あとは、ここですね、マニフェステーションっていうのが出ていて、実現っていうカードになります。おそらく前回のこの壊れる前の時には、何かあなた様に対して何も実現してあげられなかったっていう悔しさ、後悔っていうのも多分あるんだと思います。だからこそ今度はですね、この例えば回復、修復した後の関係においては、何かをやっぱあなた様に叶えてあげたいっていうところがある中で、人の何かを叶えてあげるときには、やっぱり自分にもある程度やっぱ余裕とか安定がないと、人の何かを叶えてあげるっていうことはできないから、だからこそ今回のね、今回というかまあ、今後の、関係においてあなた様の何か、まあ、例えば夢とか目標とか理想とかね、そういったものを叶えてあげるためにも基盤を整えてから回復していきたいっていうような考え、結論に至ってるようなので、だからやっぱそういったところも踏まえて見ていくと、やっぱりあなた様への恋愛感情っていうのはやっぱまだあるのかなと思います。では、次にお二人の関係は今後どう動いていくのかっていうのも見ていきます。
では見ていきましょう。お二人の関係はどう動いていくのか。うん。うん。はい。そうですね。うん。はい、ちょっと見ていきましょう。まずここですね、見ていきます。グランドペアレントっていうカードが出ています。まあ、祖父母っていうカードなんですけども、まあ、このカードっていうのは、祖父母っていうのは遠く離れた場所から愛を注ぐ存在ということで、まあ、親と子はね、まあ、近い距離で、まあ、お互いね愛し合いながら暮らしている中で、まあ、祖父母っていうのはちょっとこうね、例えばまあおじいちゃんおばあちゃんですねっていうのは、なんかこう田舎のところからこうね、自分の我が子や孫をこうね、に愛を送っているっていうことで、まあもちろん一緒に暮らしていらっしゃる人もいると思うんですけども、まあちょっと遠く離れたところから愛をかける存在っていうことを表すカードなんですね。ですから、お相手の方に対しての愛をかける距離感っていうのをすごく意識していきなさいっていうのが出ていて、それこそ、まあお相手の方が一番気にしていらっしゃるその基盤ですね。おのおのの基盤、例えば生活基盤、収入基盤とかですね。何かその基盤が整うまでは、下手にお相手の方に近づいて恋愛のね関係を進めようとするんじゃなくて、やっぱり一定の距離を置いてですね、うん、まあ、むやみにこう近づきすぎずっていうことですかね、うん、愛を全然持っていてはいいんですよ。お相手の方のことを思う気持ちとか愛する気持ちは持っていていいんだけれども、その気持ちになんかこう吸い寄せられるように、なんかこうねこう近づいていくんじゃなくて、ちゃんと基盤が整うまでは愛の気持ちは持っていていいんだけれども、ちょっとこうね、うん、お互いがそれぞれの基盤をこう築き上げていくのに集中できるような距離感でいてですね、それが出来上がったなと思ったら近づいていいっていうような結果なんですね。うん。だから基盤が整うまではちょっとこう距離を空けて、愛をね思う気持ちを持ちながら、基盤が整ったなと思ったらこうね近づいていっていいっていうのが出ていて、それがここのカードで、ゴッドネス・オブ・ザ・ムーンっていうカードが出ているんですが、これ月の女神っていうカードになっていて、直感・インスピレーションっていうカードになります。自分の直感を信じて動いていきなさいっていうカードになります。そうすることが幸せへと導かれていくよっていうカードなんですが、だからまあ、まずはね、この基盤を整えるってことをまず大前提としてね、まず自分のなんかこう基盤が整いましたと。例えば二人がね、これから、なんでしょうかね、こう、まあ例えば、家庭を築いていくとするならば、ね、自分自身の例えばこう収入とかが不安定だと、やっぱお相手の方も一緒にいて不安になるわけですね。だからその収入が安定したとかね、ちょっと将来性が安定したとか、まあそれこそなんかこう職に就けたとかですね、うん、そういったことができた時に、まあ基盤が整ったってことになりますから、そういう基盤を手にした上で、あ、今だったら大丈夫かなっていうその直感を信じてね、この離れたところからまた近づけば、二人の関係が、うん、進化していくよというのが出ていて、トランスフォーメーションというのが出ているんですね。これ進化変容ということで、サナギが蝶に進化しているかのごとく、二人の関係もサナギから、まあちょっと、サナギっていうのはちょっと失礼な言い方かもしれないですけども、まあとにかくこう形が進化していくようにはなるっていうことですね。うん。だから今まで以上のこの発展、まあ今回で言うならば、ね、回復っていうところがありましたから、またこうね、元の姿に戻るっていうことですね。もともと蝶だったのがちょっとサナギに戻っちゃったのかもしれないので、それがまた蝶にも戻っていくっていうような、ね、イメージかもしれないですけれども、まあお二人の関係における、まあ大きな発展ですね。まあそれが回復修復っていうことですから、まあ復活復縁とかですね。まあ場合によっては、まあ再婚っていう方もいるかもしれないし、うん、まあそういったつながりが元に戻っていくというようなね、うん、そういった流れを迎えていくようにはなるから、うん、基盤を整えてから近づくっていうことを意識していくと、それが実現していくっていうのが出ていましたので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はい。あとはですね、選択肢のカードですね、ちょっと見ていきましょう。 B をお選びいただいた方はこちらです。このカードをムーンストーンというカードになります。このカードのメッセージとしてもですね、直感っていうことであったり、内なる知恵、内なる声っていうことを表すカードで、まあ自分の内側の知恵とか声のことですね。うん。それにちゃんと耳を傾けていきましょうっていうカードです。ね、もしかするとこれだけ直感っていうカードが出てきていたっていうことは、うん、あなた様の中で直感でね、これかなとかね、これをした方がいいんじゃないかなと思っていても、なんかその直感を信じれなかったり、その直感ですね、自分の内側から来る声を、まあちょっと無視し続けていたのかもしれません。うん。でも今こそね、そこを無視するんじゃなくて、耳を傾けて、まあ例えばその直感が示していることを
取り入れてみたりだとか、直感が示す方向に進んでみたりとかね、うん、そういったことをしていく方がすごく大事だよっていうのが出ているので、うん、まあこれからにおいてはですね、ちょっと自分の内側から来る声とか知恵ですね、それをもっとこう信頼してあげてですね、うん、それをもとに、選択、行動、決断っていうことですね、をしていくのが良いっていうのが出ていましたので、まあこれも参考にしていただければなというふうに思います。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問がですね、言い方がきつい男性の心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあこれはね、自分に対してだけ、まあ言い方がきついっていうことで、まあそれはなんでなのかということなんですが、まあもちろんこれいろんな心理はあると思うんですけれども、まあ純粋にちょっとこう見ててイライラするからっていうこともあるんですが、まあそれ以外だと、なんかその言い方をね、きつくすることによって、なんかこっちのまあ気持ちをね、こう分かってほしいっていうことであったり、あえてそれでね、特別感を出しているっていう人もいたりするんですね。うん。周りの人のことは別にね、そこまで思い入れがないから、まあ当たり障りのないね、対応をしているけれども、うん。そのあなたにはもう思い入れがあるからこそ特別にね、特別感を出すためにちょっと厳しくしているんだよっていうこともあれば、まああとは何かをやっぱ期待しているっていうことですね。成長とかなんかこう学ぶことを期待しているっていうことですね。うん、っていうことであったり、まあ回りくどいけれども、まあ会話のきっかけにしたい。なんでそんなきつく当たってくんのみたいなところから会話のきっかけにしたいっていうところもあったりするのかなと。ただまあこのね、言い方がきつい人のね、性格とか特徴としては、まあちょっと自己承認欲求が強かったりだとかね。まあ自信がない。まあ自信がないからこそちょっとこうきつく言って自分が優位なね、立場に立てるようにしているっていうことであったり、まあ純粋にね、人間関係を築くのが下手っていうところもあったりするので、うん。なのでね、ちょっとこうきつい言い方の時にはですね、まあ思い切って理由を聞いてみるか、うん、まああるいは逆にちょっと最低限の関わりに留めるかっていうことで、まあご自身もね、大事にする、大事にできる距離感で接していくのが大事かなと思うので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っているので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのアマゾナイトっていうカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あなた様に出そうとしている結論とはというテーマで、どんな結論を出そうとしていらっしゃるか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはお相手の方のあなた様に対する今のお気持ちと、お相手の方が出そうとしていらっしゃるあなた様への結論、そしてですね、なぜその結論を出そうと思っていらっしゃるのかということで、まあその結論に至っている理由ですねっていうのを見ていき、今後お二人の関係はどうなっていくのか、どうなっていきそうかっていうのも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方のあなた様に対する今のお気持ちと、あなた様に対して出そうと思っていらっしゃる結論がどういったものなのか、そしてなぜその結論を出そうと思っていらっしゃるのかっていうところを見ていきます。
ではですね、見ていきます。上のカードからですが、お相手の方のあなた様に対する今のお気持ちっていうのを表すカードで、こちらがですね、お相手の方があなた様に対して出そうとしていらっしゃる結論がどういったものなのかっていうことですね。そして、こちらがお相手の方がね、なぜその結論に至っていらっしゃるのかっていうことを表すカードになります。はい、ではちょっと見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。はい、うん、まずですね、お相手の方の今のお気持ちっていうところ、まだ後ほど詳しく見ていくんですけれども、まあ、お気持ちとしてはですね、忍耐の先にですね、奇跡が起こるっていうことを信じていらっしゃっていて、その奇跡を待ちたいっていうふうに思っていらっしゃるんですね。うん。で、お相手の方っていうのはなんかこう、物の流れとか、なんかと、時の運命とか、なんかそういうね、なんていうのかな、まあそういうこう、運命とかタイミングとか、なんかそういうものを結構こう、信じているというか、まあ結構大事にする方だと思うんですね。うん。これはダメだなっていうふうに思っている時にはもうね、やっぱ堅くなに動かないっていうことで、まあもしかしたら直感力とかそういったものも高い、鋭いね、方なのかもしれないんですけれども、あなた様との関係っていうのは、今はね、ちょっとこう耐えなくちゃいけない状況なのかもしれないけれども、その耐えた先にきっと奇跡が待っているから、その奇跡をちゃんと迎えていきたいっていうふうに思っていらっしゃるんですね。ということは、やっぱりあなた様との関係っていうのを進めていったり選んでいきたいっていうふうに思っている中で、結論にもですね、あなた様との進路を選ぶっていうことを表すカードが出ているので、まあ結論としてはやっぱりあなた様と結ばれるとか、あなた様との恋愛を成就させるとか、そういったことをやっぱしていきたい、まあ出したい、だからあなた様も喜ぶような結論を出したいっていうふうに思っていらっしゃるようなんですね。なので、ちょっとこのあたり見ていきたいと思いますが、まず上のカードですね。お相手の方のお気持ちというところから見ていくんですけれども、こちらのカードです。バーストオブマジックっていうカードは、なんですが、まあ魔法が炸裂するみたいなね、バーストってこうバーンというこうね、まあこう炸裂するみたいなことを表すカードなので、魔法が炸裂することによって、やっぱ状況が大きく変わったり、まあ望みが叶うっていうことですね。まあだからもう魔法、がかけられたかのように、まあ思っていた通りのね、展開が、まあ次々と起こるみたいなことを表すカードなんですが、ここにはですね、このハスの花っていうのが描かれているんですね。ハスの花っていうのは忍耐を表す象徴になります。ですから、忍耐の先に奇跡が立て続けに起こっていくと思っていらっしゃるんですね。だから、もしかしたら今がまさにね、お二人の関係においては、この忍耐の時期なのかもしれません。例えば、会いたくてもなかなか会えなかったり、タイミングね、二人の休みの、なんでしょうかね、こう、タイミングが合わなかったりとかですね、せっかく会おうと思っていただけれども、ね、片方の方が、ですね、まあ、体調を崩してしまって、じゃあ次ね、まあ、もう一回リスケしようかと、ね、リスケジュールした時に、じゃあこの日会おうね、っていうことで、今度はまた別の方がね、体調を崩してしまって、なんかこう、結構会う機会が流れてしまっているとかね、まあ、あとはちょっとこうね、今無理をしてこう会ってしまうことが二人の関係がね、続けられない状況になるみたいなことでこう我慢しなくちゃいけないとか、まあいろんなちょっと忍耐の形っていうのはあるとは思うんだけれども、でもね、その忍耐の先にいいですね、二人が望んでいるような展開が起こることを信じているからこそ、これからも続けていきたいし、今をこう耐え抜きたいっていうふうに思っていらっしゃるんですね。ですから、お相手の方としては、なんかこの耐えなくちゃいけない状況を利用して、なんかこうあなた様にね、しびれを切らせて、なんか別れを言わせようとか、なんかそういう魂胆とか全然ないと思うので、このちょっと辛い時期を一緒に乗り越えていこうねっていうような気持ちなんですね。一緒に乗り越えていった先にね、二人にとって嬉しい展開が待っているだろうから、それをね、今こそ協力して乗り越えていこうねっていう、まあそういうお気持ちでいらっしゃるっていうのが、まず出ていました。
で、その中でですね、あとはこちらのカードもちょっと見ていくんですが、うん、これですね、まあ、カップの8っていうカードが逆位置です。うん、で、このカードが逆位置になっている時の意味としてはですね、まあ、将来への見通しが立つっていうことであったり、まあ、自由を得るとかですね、幸せな生活っていうことを表すカードになっているので、うん。何かね、目標の再設定とかね、新たな展開によって人生が開けたり、喜びを手にするっていうことを表すカードなので、何かね、まあこの耐えるっていうこともそうなんだけれども、ちょっとこうね、工夫をしてみたり、環境をちょっとこう変えてみることが、二人のね、幸せにつながるんじゃないかっていうふうに思っているので、まあ何かそういったね、二人の関係に良い出来事をもたらせるような、なんか変化を起こさなくちゃいけないなっていうふうには思っていらっしゃるようです。うん、だからまあこのままね、何もこうね、こう耐えるだけの恋でいいというようなそんなね、考えではなくて、やっぱりそこに何か展開とかをもたらしたいわけですね、早く。でもその展開をもたらすためには、何かこう環境とか状況とかにね、変化を加えていかなくちゃいけないなっていうふうに思っていて、どうしたらいいかなって、ちょっとこういろいろちょっとこうね、策を練っていらっしゃる状況なんだと思います。うん、実際にこのカードはですね、ソードのキングっていうカードが出ていて、ソードっていうのがですね、知性とか知恵を表す象徴なんですね。だからこれ柔軟な知性とかですね、豊富なアイディアっていうことを表すカードなので、今必死にね、こう頭を使って、まあどうしたらね、今の状況に変化進展っていうのを起こせるかっていうのをすごくやっぱり今考えていらっしゃるんですね。うん、頭を使っている、うん、頭を使って考えている、いいアイディアを巡らせようとしているわけですね。うん、だからお相手の方というのは、まあちょっとこう今ね、二人の関係は忍耐の時期なのかもしれないけれども、それでまあもう心が折れましたとか、もう諦めていますとか、なんかそういう状況ではなくて、必死に何とかしようと考えてはいらっしゃるので、全然まああなた様への気持ちっていうのはまだね、継続していらっしゃるのかなとは思います。うん、で、そうですね、そこからお相手の方があなた様に出したい結論っていうのはですね、何かっていうと、ここですね、見ていきます。ワンドのページっていうカードが正位置で、まあ、このカードっていうのが正位置の時の意味としては、進むべき道を選ぶ、進路を決めるっていうカードになっているので、うん、やっぱりまあお相手の方の中では、これからにおいてもあなた様と共に歩んでいくっていう道を選びたいわけですね。だからそれを結論という形でどう言ったらいいかちょっと難しいんですけれども、まあこれからもあなた様とは共に歩んでいく気があるよっていう、まあ意思を示したいというか、実際にその進路を選ぶという形で二人の関係に結論を出したいわけですね。だから別々の道を歩んでいきましょうね、じゃなくて、これからも同じ道を歩んでいきましょうねっていうような結論を出したいわけです。うん。だからもう結論は多分決まっているんだと思います。同じ道を歩んでいくっていうね。うん、結論は決まっていく、いるんだけれども、じゃあ実際にね、どうしたら二人が同じ道を歩めていけるのかっていうことを今考えていらっしゃるわけですね。二人は今同じ道を歩んでいきたいのに、なかなかこうまだ同じ道にこうたどり着けない。ちょっとこうね、なんかこう、それぞれのジャングルでこう迷っているみたいな状況なのかもしれないけれども、早く合流して同じ道にね、進めていけるような今アイデアを巡らせていらっしゃるんだと思うんですけれども、まあ結論としてはやっぱり一緒にこれからも歩んでいく、うん、まあパートナーになって歩んでいくとか、まあそういったこともあるのかもしれないけれども、歩んでいきたいっていう結論はもう出したい、うん、出そうとしているとかもう出したいわけです、今すぐにでもね。うん、でも、もしかしたら、お相手の方、最初にもお伝えしましたが、時の流れとか運命とかタイミングとかをすごく気にされる方だから、うん、この結論を今出したいと思っていても、今出してしまうのは良くないっていうことで、まだ出さないようにしていらっしゃるのかもしれないけれども、結論はもう固まっているのかなと思うし、ここですね、見ていくと、インフィナイトアバンダンスっていうのは無限の豊かさっていうカードですね。アバンダンス is pouring into your life ということで、豊かさが、まあ、あなたのね、こう、暮らし人生に注がれていくっていうことなんですが、何かこう、収穫の時を迎えている人が描かれています。しかも、一人で収穫しているんじゃなくて、協力して収穫しているわけですね。うん、で収穫の時というのは、まあ、最大のこの歓喜の瞬間ですね。努力が実って、その努力がどれぐらいかなってすごくワクワクしたり、喜びを感じれる瞬間ですから、それをちゃんとこう、あなた様と共有できたり、分かち合えるような関係になっていきたいということですね。
人生における喜びとかワクワクする瞬間をあなた様と一緒に迎えていけるような、うん、まあ、関係になるとか距離感になるとか、そういった暮らしを実現するっていうのが、うん、お相手の方がもうすでに出したい結論としてはあるようです。うん。し、まあ、あとはここですね、スター、星っていうカードも出ています。星というのは、まあ、希望とかですね、理想っていうことを表したりもするので、まあ、理想を実現するとか、希望を叶えるとかですね。うん。まあ、あとは将来に対して希望を見出すっていうカードでもあるので、やっぱりあなた様とはね、これからにおいてもワクワクするようなね、うん、人生を一緒に歩んでいきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。うん。だからこそ、ね、今はちょっと辛いかもしれないけれども、そこから逃げ出すんじゃなくて、これを耐え抜いてみせるっていうね。うん。そういうふうなお気持ちでいらっしゃるので、うん、だからまあ、お相手の方の中では、うん、今は苦しいかもしれないけども、ここでね、お互いをこう攻めるんじゃなくて協力し合って、この辛さを乗り越えていこうねっていうようなお気持ちでいらっしゃるようです。で、そうですね。うん、お相手の方がじゃあなぜね、まあ、あなた様と一緒にこの収穫の時、まあ、人生におけるなんかこう収穫の時を一緒に迎えたいと思っていらっしゃるのか、まあ、なぜその結論に至ったかっていうと、まあ、それはなんかこう、まあ、花から思っていたことなのかもしれません。うん、というのはこの運命の輪っていうカードが出ているんですけれども、運命の輪っていうのはこれ運命というキーワードがありますので、運命を感じているから、だからあなた様と出会った時に何かこう運命的なものを感じたからなんだと思います。だからこそその運命を感じた相手、いわば運命の相手だと思っているあなた様と共に同じ道を歩んでいったり、収穫の時っていうのを迎えていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。うん、これが出ていたので、冒頭でもお相手の方ってのはすごく運命とかタイミングとか時の流れとか縁とかね、そういったものをすごく大事にする方だっていうことをお伝えしました。だからあなた様にはもう最初からなんかこう運命的なものを感じているからこそ、あ、この人だとかね、この人と一緒にこれから暮らしていこうとかね、生きていこうとか、うん、そういうふうにこう思うようになっているわけですね。うん。ただ、あなた様に対して感じている運命以外にも、他の運命というのはやっぱ気にしていらっしゃるわけですね。運命の流れ的に今何か決断をしたり動いてしまうのは、例えば運命に背くような行動になってしまうかもしれないということで、それをしないでおこうということで行動を控えることだって全然お相手の方の中ではあるわけです。うん、運命を気にしているからこそ、まあ、運命に背くこととか、まあ、神様からこうね、神様の逆鱗に触れるようなことはしないでおこうっていうふうに考える傾向もあって、こちらですね、グリービングっていうのが出ているんですけれども、これ悲しみとか悲嘆っていうカードになっていて、うん、もしかするとね、お相手の方としてはあなた様との運命をね進めていくために今無理やりこう進めてしまうっていうことはね、運命に背くことになって二人がねこうね悲しむような結果になってしまうっていうことで、時にはこうやっぱりおとなしくなったり全く行動を起こさなくなる時だってあるわけですね。でもそれは運命に嫌われないようにするためになんですね。うん、だからお相手の方の行動に多分ムラがあると思います。あなた様に対する行動のムラ、すごく動いてくれる時と全然動いてくれない時のムラがあると思うんだけれども、それはなんかこうなんていうかな、気分屋さんっていうよりかは、気まぐれというよりかはすごく運命とかね、時の流れっていうのを気にしていらっしゃるからだと思うので、まあ今はこうね、運命の流れに乗っていけばいいっていう時は多分積極的にあなた様に動いてくれるんだけども、今なんかね、こう動いてしまうのは運命の流れに背くみたいな時には多分ね、行動が少なくなってくると思うので、そういった意味で多分ムラがあるっていうことをね、頭の中に入れておくだけでもね、うん、だいぶこうなんかこう整理がつくというか、うん、それもあると思うので、結構ね運命を気にしていらっしゃるっていうのはあるのかなということですね。でこちらのカードもそうで、このカードですね、カップの3っていうカードがこれ逆位置になっています。うん、で、このカードっていうのが逆位置になりますとですね、何かが過剰な状態になることによって均衡が崩れるっていうことであったり、私生活と公的生活のバランスを崩しているっていうことを表すカードになるので、うん、何かね、ちょっとこう、私生活とね、公的生活のバランスが崩れているときっていうのは、まあ、運命がね、それも何かこう、メッセージを伝えてくれているということで、今は自分のね、生活を整えなさいよっていうようなメッセージを伝えてくれているんだっていうふうに、お相手の方は受け
け取って、まあ、あなた様との私生活っていうのをちょっとこう、おとなしくさせるっていうこともあったりすると思うので、まあ、それによってちょっとムラがある方だと思うんだけれども、うん。まあ、あなた様にはね、運命を感じているからこそ、ね、共に過ごしていきたいっていうようなお気持ち、結論を出したい。まあ、出したいというか、もうそこは決まってるようなんですけれども、うん。出そうと思っていらっしゃるようです。はい、では実際にお二人は今後どうなっていくのかっていうのを最後見ていきましょう。はい、では見ていきます。今後お二人の関係はどうなっていくのか。うん、うん、そうですね。ちょっとまず見ていきましょう。見ていくとブラザーズ&シスターズっていうのが出ています。まあ、兄弟姉妹というカードで、まあ実際にお二人の関係はね、兄弟姉妹ではないのかなとは思うんだけれども、まあここが伝えてくれている意味としては、兄弟や姉妹っていうのは簡単には切れない関係性だよっていうことを伝えてくれています。いわば彼氏彼女っていうのは、例えばまあ、出会いと別れがあった時に、まあ関係が切れてしまうかもしれないけれども、その兄弟姉妹っていうのにはね、まあ、もう別れっていうのはよっぽどのことがない限りね、やっぱりこうそういったものは訪れないと思いますから、まあね、これからもこうね、こう続いていく、どんなことがあっても続いていく関係だということで、うん、実際にまあお二人は兄弟姉妹ということではないので、まあ別れっていうのがね、まああったとしても、その別れということ自体が縁の切れ目ではないと。うん。関係性自体はちょっとこう変わるかもしれないけれども、二人のつながり自体が変わってしまうことではなく、切れてしまうことではなく、うん。これからもずっとつながりは続けていくよと。で、二人がこう一緒にね、こう協力しながら、先ほどもね、別々の道じゃなく同じ道っていうふうにお伝えしたと思うんですけれども、やっぱり同じ道ね、まあちょっと今はこうね、こう荒波にこう戦っているような状況かもしれないけれども、その荒波があったとしても二人はね、こう離れていかないっていうことを表すカードでもあるので、うん、ですからやっぱそういった意味でも、まあお二人の関係っていうのは、これからもやっぱり続いていく方向にはなるのかなと思いますし、うん、でよっぽどなんでしょうかね、うん、お相手の方にね、うん、嫌われるような行動ですね。だからよっぽどだと思います。お相手の方との関係が終わるっていうのは、うん、もう本当によっぽどのことをしないと、なんでしょうかね、もう本当にこう過激すぎるようなね、うん、それはダメでしょって思うようなことをしない限りは、まあ、続いていくようにはなるのかなと思うんですが、ただ続くだけじゃなくて、やっぱりこう展開とかね、変化を迎えていきたいっていうのはあると思うんですね。じゃあ実際に変化とか展開を迎えていくためにはどうしたらいいかっていうと、ここですね。見ていくんですが、このカード、ライトっていうカードが出ました。光ですね。光。うん。まあ、光の象徴である太陽っていうのがあるわけですけれども、まあ、太陽を、まあ、なんでしょうかね、掴もうとしている人がいますけれども、うん。このカードっていうのは、My light radiates through my life and the world around me ということで、まあ、私の光がですね、うん。まあ、人生や、その自分の周りのね、こう、世界を照らすっていうことで、うん。ですから、お二人の関係に展開とか変化っていうのが起こるためには、あなた様自身が、まず自分自身でやったり、自分の周りってことは自分の暮らしとか生活とか人生ですね。それをまず明るくしなくちゃいけない。ね。自分自身でやったり、自分の周りの世界っていうのを、お相手の方の光で明るくしているだけでは、なかなかいけないってことですね。だからまずは自分であって、自分の身の回りのことに関しては、自分で明るくしなくちゃいけないということは、それだけ何かこうね、なんか、例えば自分の今やっていることに生きがいとかやりがいを感じたり、まあ今やっていることにそれを見出せないんだったらば、何か他にね、生きがいとかやりがいを感じれるものを、お相手の方とのこと以外でやっぱこう見つけていって、まずは自分で自分の人生を輝かせる。
っていうことですね。それがすごく大事。それができるようになった時に二人の関係や恋愛にその何でしょうかね、こう展開とか変化が起こってくるようになるよっていうのが出ていて、エンジェル・オブ・ストレングスっていうカードが出ました。力の天使っていうカードは、このカードはですね、自発的、能動的、積極的ということで、ね、この力の天使が二人の関係がどん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 ね、先に進んでいく力を与えてくれるようになる。だから実際に変化が起こるようになるってことですね。ですから変化というのは、先ほどこの収穫を迎える瞬間というのがありましたけれども、二人が喜びを感じるような出来事がどん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 起こるようになってくる。でもそれが起こり出す、起こり始めるのは、あなた様が自分で自分の人生とか生活を輝かせたり明るくすることができてからになってくるということがあるので、ここを達成しないと次なる展開というかなかなか起こってこないだろうから、まずは自分のね、自分と自分の身の回りをこう明るくしていくっていうことをちょっとこうねしていくと、この忍耐の時期っていうのを乗り越えることができてですね、先に進むような展開っていうのは起こり出してくるのかなと思うので、まずはちょっとそこを目指していかれるのがいいかなと思います。はいはい、ということで見ていくんですけれども、最後選択肢のカードですね、お伝えしていきます。 C をお選びいただいた方はこちらで、アマゾナイトというカードでした。このカードのメッセージには、出来事の自然な流れということで、まあ今回お相手の方もね、運命の流れとかはすごい気にするっていうところがあった通り、やっぱりね、自分でね、意図的に物事の流れを作り出そうというよりかは、物事のまあ自然な流れに身を任せた方がやっぱりいいと、いうことを伝えてくれているので、まあ時にはね、物の流れに身を任すというようなスタンスでですね、いた方が、あなた様の望んでいる方向にね、最終的にはたどり着くのかなと思いますから、まあそういった意味でもですね、なんかこう自分で意図的に流れを作り出そうとね、まあそういった時ももちろんいいんだけれども、それをするよりかは身を託した方がね、断然、いいよというところを伝えてくれているカードでもありますので、ちょっとこうね、今まで自分で流れを作ろうとね、していた人こそね、ものの、流れですね、出来事の流れにちょっとこう身を任せてみる、身を託してみるっていうことをしてみていただいた方がいいのかなと思うので、まあ、これも参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問がですね、言い方がきつい男性の心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい、まあこれはですね、まあいろんな心理がもちろんあるわけですけれども、まあ単純にね、なんかちょっとこう見ててイライラするからっていうこともあれば、逆にですね、ちょっと言い方をきつくすることで、なんかこう自分のね、こっち側の気持ちを分かってほしいということであったり、まあそれで特別感を出している人とかもいたりするんですね。周りの人に対しては、まああんまりね、思い入れがないからこそ、まあちょっと当たり、触りのないね、接し方をしているんだけれども、あなたには思い入れがあるから、特別にね、これだけ、まあ厳しく接しているんだよという、まあ特別感を出している人もいれば、やっぱ何かを期待しているからっていうこともあると思うんですね。期待していない人にはもうそれこそ当たり障りないけれども、期待しているからこそ、ね、成長してほしいという思いが入りすぎてきつくなっているとかね。まああとは、まあすごい回りくどいんだけれども、まあそれを会話のきっかけにして、なんでこうね、私だけに言い方きついんですかみたいなところから会話のきっかけにしようとしているっていうところもあるんだけれども、ただまあこういったね、言い方がきつい人のちょっと特徴としては、まあ自己承認欲求がやっぱちょっと強いっていうことであったり、逆にちょっと自信がないからこそ、なんかちょっと高圧的に出てね、自分が優位な立場に立とうと、するっていう傾向もあったりするので、まああとは純粋に人間関係を築くのが苦手とかね、だからまあそういったところで言うと、まあ割り切って制するか、まあ思い切ってね、理由を聞く、なぜ自分だけにね言い方がきついのかとかですね、まあ、あとはまあ最低限のね関わりにとどめるとかですね、まあ、ちょっとこうご自身が一番ね傷つかない、距離感で接していくっていうのが大事かなと思うので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで最後 C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでも役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まああとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、X ですね、こちらも概要欄に詳細
載しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。